育ててもらったその近鉄の思いを今日は星野さん、はい、帽子に近鉄のマーク書いてます ねうまく書いてますねこれ最終戦の相手がその因縁の近鉄、金村さん、はい、この辺りこう吉井のこの時も活躍をしたんですがその最後のマウンド近鉄のユニフォームを相手に投げる、あそして大木監督が今日はスタンドでこの吉井のピッチング見ます。あ三球三振、あそして近鉄ベンチに深々と礼。